こんにちは。長時間ストーリーゲームをしてると現実に帰ってこれなくなりがちなアイルです。でもいいよね、魔法少女。というわけで今回は初心者でもクメル編成で走ってみるよ。ストーリーでもらえるクッキーペットと、最初に育てるべき宝物3つ。宝物はレベルなんてどうでもいいんだぜ。優先順につけるとしたらエンジンコンパス地図の順だね。ちなみにクッキーペットはカンストさせないと、体力足りなくて1回分能力発動できなくて、スコア大幅に減っちゃうから注意ね。まあ、この編成はそれ関係ないんだけどね。っていうのもほうれん草も人参も、そういうタイプの能力じゃないし、そういう点でも低いレベルの時から使っていけるんだな。今さら初心者向け動画作っても、今からオブレ始める人なんていないとか、そういうことは言っちゃダメだよ。いずれオブレが人気になった時に、古参投稿者という肩書きを得るために、今日も頑張っていってます。冒頭でも言ったけど最近魔法少女もののゲームにハマってて、あ、魔法少女って言っても窓マギ系ね。プリキュア系もそれはそれで奥深いみたいだけど、それで魔法少女ものってなんかめっちゃ設定凝ってるじゃん。そこがいいよね。現実離れしてるのに、魔法に対して説得力も立てようとしてるのが好き。エントロピーとか言われてもよくわかんないけど、よくわかんない図を用意できるくらい凝ってるのがいいんだよ。後々理解できてきた頃に見返したら意味がわかって爽快感あるよね。それで今回はそんなストーリー凝ってるゲームしてるせいで、終わらせた後の喪失感や虚無感が怖いっていう。最近の若い子は作品を消費するように見ていくことが問題視されてるけど、じっくり見ちゃうと名作ばかりで心が追いつかないよ。それに幸福の描写より不幸の描写の方が深掘りしやすくて、作品内の幸福度と不幸度の釣り合いが取れてないことあるよね。主人公の親友死んでるのにハッピーエンド風に終わるとモヤモヤしたりとか。人が死ぬ不幸レベルと同等の幸福ってないからね。どうあがいても虚無しか残らない。でもまあ身近な人が死んだ後に赤ちゃん生まれたらより幸せそう。赤ちゃんに対する見方で人となりわかるよね。自分は特に干渉ないかな。よく闇赤の人が親の一瞬の快感の産物とか書いてるけど、赤ちゃん自体に価値感じないんだよね。なんていうか生まれただけではあとはならない。いや、もちろん自分の子供ならなるだろうけど、なんか赤ちゃん生まれたら祝福しないといけないムードあるじゃん。あれずるだと思うんだよね。喧嘩ばかりしてる夫婦に子供できても何もおめでたくない。ともかくそういう時って生まれてくる子供側に共感しちゃうからダメなんだろうね。ところでみんなは魔法少女の素質があるって言われたらどうする？普通の人間よりも力強くなって、魔法みたいな力が使えるようになるんだよ。その代わりに街を守るっていう感じだよね。それで魔法少女になった後に後出しで、もう戻れないとか、最後は廃人になるとか言われる。でもいいよね、明確に人生に意味が生まれるんだから。現実で例えたら周りにサッカー上手いね、サッカーの才能あるよって言われて、実際に頑張ってプロ選手になるくらいのことなんだろうけど、そんな人になれたらいろんな苦労がありつつも、自分にはこれしかないっすからって気分で頑張れそう。でも大半の人にそんな使命感とか、自分にしかできないとかいう感覚ってないわけじゃん。自分が自分である意味を持ててる人なんているのかな。いるのなら意地悪で否定したい。という風に人格否定は 99% 嫉妬なんだけど、羨ましいし憧れるよね。鈍感なだけじゃなく、鈍感なことに理由があるから、特に4メンタルの強さを持ってる人がいるんだよね。メンタルに強いも弱いもないんだよね。ダメージを受け流せるものがあるかどうかだよ。だから自分は魔法少女になりたいなって思う。人生に意味を持ちたいし、特別になりたい。別にいいんだよね。魔法少女になったとして上位存在からしたらちっぽけな存在でも、自分が満足するためになりたい。そして騙されて魔法少女になった子を育てて、守って死ねたらいいよね。そんな寝る前の妄想を動画で垂れ流せる俺が怖いか、ジョジョ知らないけどそれっぽいこと言ったら最後にジョジョってつけたくなる。ジョジョが誰かも知らないけど、ジョジョに語りかけてるってことはジョジョじゃないんだな。でもジョジョがいっぱいいることは知ってる。一時期東方調べてたらジョジョめっちゃ出てきて繋がりあるのかと思ってた。東方といえばびっくりの茶番劇がうんうんで盛り上がってたけど、メンタルすごいよね。なんていうか、強力な人って強いよね。障害売りつけたりする人とかいるけど、普通の完成してたらできないじゃん。そうまでしてお金が欲しい理由が気になるよね。きっと悲しい過去があるんだろうなと。相手の悲しい過去を投資するのは、性善説を信じたい人間の決めつけでしかないわけよ。悲しい過去がないのに病んでる俺が怖いか、ジョジョ。っていうか俺が怖いか、は一時期気に入ってた時期あるんだけど、これなんかのネタだっけ。調べたらブリーチのウルキオラが出てきたけど、もう忘れた。イチゴの中にいるおっさんの正体も忘れた。イチゴの中からおじさん出てくるの想像しちゃった。主人公の名前をイチゴにするのはオシャレポイントですか。オシャレってのは説得力でゴリ押すものだと思う。だから説得力って言葉が嫌いな自分がオシャレをしないのは当然のことなのかもしれない。説得って洗脳としか思えないんだよね。相手の自由意志だとか言っても、人の意志なんてクソ雑魚だし。おつぶた。